仏田祭壇は幸福の科学グループ創始者剣創祭の大川隆邦が表した幸福の科学の代表的経典である1989年に初版が出版された書籍仏田祭壇の内容を継いで1990年に大川隆邦は幸福の科学1990年第12回講演会で題目仏田祭壇で法を話した 書籍、仏田最短及び法は、仏田最短をもとに、1993年に、単行本位コミックである漫画、仏田最短、2009年に、アニメ映画である映画、仏田最短が制作された。また、映画、仏田最短は、コミカライズされて、佐藤文也作画で、月刊シュアングブッダに連載された。仏田最短とは、 幸福の科学グループ創始者剣創祭、大川隆法の著作で幸福の科学の代表的経典である。書籍、仏田祭壇は1989年11月の初版発売以来、ロングセラーを続けており、日本国内だけでなく、1991年の英語訳版、1997年のポルトガル語訳版など、多くの外国語に翻訳され、 世界50カ国以上で発刊されている。1993年7月には、同名の漫画単行本、仏田祭短が、橋本和則の作画で発刊された。2009年9月には、幸福の科学出版の6作目の劇場用作品としてアニメ映画化された。現在は、冊子以外の各種メディアでも公開されている。漫画、仏田祭短は、漫画で見る。 幸福の科学シリーズの第3巻目として、1993年に橋本和則の作画で制作された。この物語は、仏陀を求め続けて、いくつもの転生を続ける仏弟子たちの側に焦点を当てた内容。ここに登場する仏弟子たちは架空の人物だが、彼らが、 その転生を通じて遭遇する出来事は、真実の仏法を探し求めてきた人類の歩みを、真実の仏教の歴史に基づいて再現した、ストーリーとなっている。映画、仏田祭壇は、幸福の科学出版によるアニメ映画で、2009年10月17日公開。書籍、仏田祭壇と、講演解放は、仏田祭壇をもとにして、大川博士用により、 新たなストーリーで2008年夏に脚本化され、制作された。幸福の科学出版の6作目の劇場用作品である。アニメ映画としては5作目。日本のロードショー上映館は235館以上。配給は東映系を中心に複数。海外でも劇場公開の予定で12カ国語の 外国語字幕版と6カ国語の吹き替え版を制作。インドのデリー、アウランガーバード、ブッダガヤなどで先行上映会が行われた。2009年9月26日と27日の2日間、ヒンディー語の字幕付き映像で上映され、約3500人の観客数であった。日本国内でも外国人向けで英語字幕版が上映され、 また聴覚障害者向けに日本語字幕版が上映された。テレビ CM も放送され、関東圏東京キー局では幸福の科学出版の映画として1994年の映画、ノストラダムス旋律の刑事以来15年ぶりのテレビ CM 再開で日本テレビ、テレビ東京をはじめ全国の民放で流れた。工業通信社調べによる 全国映画動員ランキングで2位。2010年5月25日に DVD、ブルーレイが販売された。はるか昔、2500年前、あのインドにおいて、王子として生まれたゴータマシッダールタは、人生の答えを探し求めて、その国も、地位や、名誉も、祭祀をも捨てて、出家し、修行の道へと入った。そして流浪の6年の後、 ついに人類最高の悟りを得て、仏陀となった。仏陀となったゴータマは、その生涯をかけて、心の教えを解き、様々な人々を、苦しみの境地から救っていった。それから、幾多の月日が流れ、後輩した、現代の世を救うために、仏陀はこの地に、最短する。桜岡女子学園の高校2年の教室、倫理社会の授業中に居眠りで、 山田先生に注意される、女子高生の天がさよこ。ここで2500年前、ゴータマシッダールタの人生が教科書に出てくる。新聞記者の金本に憧れる彼女は、自身もジャーナリストを目指していた。ある日、その金本は、汚職事件に関するガセネタをつかまされて、誤法を出してしまい、これを苦にして、ホームから電車に飛び込んで自殺してしまうのだった。 その死亡のニュースを聞いて、ショックを受けたサヨコは、精神的なショックから、その時から霊が見えるようになってしまい、困惑した日々を送っていた。ある日、金本が自殺したところの駅のホームで、危うく、電車にひかれそうになる。その瞬間、サヨコを救ったのは、大学生のうなばらだった。サヨコは、ふとあることで知った、ある言葉に興味を抱きつつ、心配して、 行くなと止める彼の気持ちをよそに、放送番組で知った、仏だと名乗る人物の会合に行くことにした。しかし、真実を求めて見えない世界の中をさまよい始めた、さよこには、次々と恐ろしい魔の手が襲いかかる。過去の、幸福の科学出版作品のアニメのキャラクターも、随所に顔を出す。このアニメ映画の劇場公開前に、新たな漫画、仏だ最短が、 幸福の科学の月刊雑誌ヤング・ブッダ67号から佐藤文也の作画でパイロット版とも言える形で連載された登場人物名など設定は劇場用アニメと同じであるが佐藤文也の絵でかなり省略されたストーリーとなっているクイックレビューとしてキャラクター相関図が描かれている仏田最短ザ・リバース・オブ・ブッダに関するカテゴリーありがとうございます